はい、皆さん、こんにちは。下田敬司でございます。今回確認していく内容は、抗凝固薬であるイグザレルトについて確認していきます。イグザレルト、どんな特徴を持っているのか、どういった場合に用いられるのか、どうやって作用していくのか、そしてどんなことに気をつけたらいいのかってことを確認していきますんで、皆さん、今回の動画でイグザレルトについてしっかり把握するようにしましょう。今日のイグザレルトなんですが、何が含まれているかというと、有効成分としてはリバーロキサバンと言われるお薬が含まれています。 で、このなんとかキサバンと言われる薬なんですけど、今ですね、抗凝固薬としてよく用いられてますね。リバーロキサバン。これもそうですが、それに加えてアピキサバンとかエドキサバンとか、まあそういったものも抗凝固薬としてよく用いられてるという感じになります。じゃあそんなリバーロキサバンなんですけど、どんな特徴を持ってるかというと、このような特徴を持ってます。第 10A 因子活性部位との親和性が高く、選択的かつ直接的に第 10A 因子を阻害する。それによって抗凝固作用を示すよとされております。 で、あとはですね、良好な体内吸収と高いバイオアベラビリティを有するため、蛍光剤として用いられるということで、蛍光投与可能な抗凝固薬として用いられているよということになりますね。 じゃあ、そんなですね、イグダレルとどういった場合に用いられるかというと、効能効果としてはこのようになってます。非弁膜症性、心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身側栓症の発症の抑制。まあ、こういった場合に用いられたりとか、あとは心部静脈血栓症及び肺血栓側栓症の治療及び再発の抑制に用いられるということです。で、抗凝固薬。これどういった場合に用いられるかというと、この抗凝固薬。まあ、効能効果このようになってるんですが、基本的には、 血液の流れの遅いとこでできる血栓の抑制に用いられます。ということで、血液がよどむとこですね。血液が留まるところ。そこでは凝固系が更新すると。で、凝固系更新して血栓ができることあるんで、そういった場合に抗凝固薬を用いるということになります。例えば、心房細動、どんな感じかというと、心房細動っていうのは心房の動きがですね、 ビビュッ、ビブビュッということで、しっかり動いてない状態なんですね。なので、心房の動きがしっかりしていないんで、心室にぐっと血液を送り出すことができませんで。心室にガッと血液を送り出すことができないということは、心房内に血液がよどみます。と、ま、ど、あ、まるってことですね。で、その心房内で血液がとどまることによって、 血栓ができることがあるっていうことで、このリバーロキサバン、イルダレルトというのは心房細動患者におけるですね、虚血性脳卒中、及び全身性、側栓症の発症の抑制に用いられるということです。心房細動で心臓の中に血栓ができる、それが全身に行ってしまうとか、あとは脳に行ってしまうことを予防する目的で使うということになります。あとは心部静脈血栓症なんかに使っていくということで、静脈なんかでは血液とどまることが多いので、そういったところで血栓できないように、心部静脈血栓症なんかに用い いるよとされております。あとは、肺塞栓症の治療及び再発抑制なんかに使うことできますんで、まあ、そのことも把握しておいてください。なので、抗凝固薬と言われたら、血液の流れの遅いところ、血液がどまりやすいところで凝固系更新するのを抑制する目的で使われるんだってことを把握しておきましょう。ちなみにですね、抗血小板薬ってどうかというと、抗血小板薬はどちらかというと、血液の流れの速いところ、 の血栓の形成ですねこれの抑制に用いられますのでまあ、その違いなんかも把握しておくといいかなと思いますこれが何かというとこれが効能効果についてのお話ということになります はい。じゃあ続いては薬理作用を確認していきましょう。リバーロキサバンどうやって抗凝固作用を示すのかってことを見ていくということになります。じゃあそれを把握するにあたって何把握しなきゃいけないかというと、凝固カスケード。これを把握する必要があります。じゃあこの凝固カスケードなんですがどうなってるかというと、こんな感じになってますね。上からザーッと反応が起こって、最終的にはヒブリンができる、血栓ができるよっていうですね、反応を表したものが凝固カスケードとなっているということです。 で、この凝固化制度なんですが、内因系、岩因系、共通系というふうになってるんですが、内因系っていうのは血管内に存在するですね、凝固因子。そして岩陰系っていうのは血管の外に存在する凝固因子がどうなってるのかってことを表してると。で、最終的に内因系、岩因系がですね、共通系にやってきて、そして血液凝固が起こっていくよということになります。 まあそんな中でリバーロキサバの作用を抑えるにあたっては、この共通系の部分を抑えておいてもらうといいかなと思います。共通系の始まりの部分っていうのは、重因子が重営因子になっていく。まあ重因子が活性体の重営因子になると。で、この重営因子がプロトロンビンですね。 これをトロンビンに変化させて。で、このトロンビンがヒブリノゲンをヒブリンに変化させていくというね、この部分を押さえとけばいいということです。まあ、そんな中で、この 10A 因子、これを阻害していくっていうのが、リバーロキサバンとなっていますんで、リバーロキサバン何してるかというと、リバーロキサバンとていうのは 10A 因子を阻害する。それによって、プロトロンビンをトロンビンに変えない。そして、そのトロンビンの作用を上回ることによって、ヒブリノゲンからヒブリン作らないとなってますんで、この共通系の部分をしっかり押さえておきましょう。ちなみに、ワルファリンはどうかというと、ワルファリン はでですすね、因子ですねここですね9因子これを阻害したりとかあとはですね7因子ですねこれを阻害するあとは第2因子ですね あと、10因子。まあ、この辺なんかをですね、作りにくくしていくので、ワルファリンっていうのはですね、いろんなところに作用していくんで、いろんなことを把握しておかなきゃいけないんですけども、このリバーロキサマンの場合っていうのは、10円因子阻害。それによって、プロトロンビをトロンビに変えない。そして、ヒブリの弦をヒブリに変えないってだけなんで、この共通系の部分だけしっかり把握しておきましょう。で、ワルファリンと比較するんでしたら、ワルファリンは2、7、9、10。これらを作りにくくするということがありますから、ワルファリンは結構ですね、作用点が複雑ということになっているんで、そんなことも知っておくといいかなと思います。てことで、これが何かと ととこれが薬理作用に関する内容で1 0因子阻害するそれでプロトロンビンをトロンビンに変えないそしてトロンビンの生成を抑制することでヒブリノゲンをヒブリンに変えないそれで血栓の形成を抑制していくというね単純なものになりますんで皆さんこの共通系の部分をしっかり頭の中に入れておきましょう。 はいじゃあ続いては、イグザレルトを使うにあたって注意していかなきゃいけないこと。これを RMP、リスクマネジメントプラン。これを元に確認していきましょう。じゃあこのリスクマネジメントプラン何が載ってるかというと、安全性検討事項として、重要な特定されたリスク、重要な潜在的なリスク、重要な不足情報、これが掲載されているということになりますが、重要な特定されたリスクの中には出血、これがあります。じゃあなんで出血が重要な特定されたリスクに該当してるかというと、薬理作用から考えたら出血起こることがあるだろうと。 ということで、重要な特定されたリスクに該当しているということになります。なので、使っていくにあたっては、出血に注意していかなきゃいけないよということになりますね。もしくは患者さんに出血に関する情報を提供していかなきゃいけない。医療従事者なんかにも出血に関する情報ですね。これが提供されるということになっているということです。で、続いて二つ目なんですが、抗血小板剤及び非ステロイド性、下熱鎮痛、消炎剤との併用となってますけど、これ併用することで、抗凝固ですね。 これが現れやすくなる。まあ、血液固まりにくくなるということが現れやすいんで、重要な特定されたリスクに該当しているということになります。で、続いて肝機能障害、横断、肝姿性肺炎なんですが、これらは重要な副作用、まあ、重大な副作用ですね。これとして報告されているということになりますんで、肝機能障害、横断、肝姿性肺炎なんかも重要な特定されたリスクに該当しているということになりますね。 で、あとは結晶板減少ですね。まあ、この情報がですね、どんどん集積されているということになりますんで、結晶板減少、ここにも注意していこうということになってますんで、重要な特定されたリスクに結晶板減少が該当しているということになります。これが重要な特定されたリスクについてのお話ということになりますね。じゃあ次は重要な潜在的なリスクとなっているんですが、シ i p 3 a 4阻害剤ですね。クラリスロマイシンとの併用とかですね。あとはフルコナゾールとの併用、エリスロマイシンとの併用、まあ、こういったものが重要な 潜在的なリスクに該当しのま c i p プ3 a 4阻害剤を使うことによってイグダレルとリバールキサバンの血中濃度が上昇する副作用が現れやすくなるということで重要な潜在的リスクに該当しています。でそれに対して c i p 3 a 4誘導剤リファンピシンですねこれと併用することによって効果が減弱するだろうということで重要な潜在的リスクに該当しているということですね。で c i p 3 a 4阻害剤誘導剤との併用をここには注意していかなきゃいけないよとされております。 で次は重要な不足情報として、低体重患者における安全性、これが不足しているということと、あとは人症外患者における安全性、これが不足してます。長期投与における安全性、これが不足しているということで、安全性に関する情報、これが不足していると。 で、それに加えて、本在投与前に他の傾向工業化薬投与を受けていた患者における、これも安全性ですね。ということで、安全性に関する情報がまだまだ不足してるんで、どん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 情報収集していこうというですね、そんな流れになっていますんで、皆さん安全性検討事項、これを確認してもらって、何が重要な特定されたリスクに該当しているのか、潜在的なリスクに該当しているのか、どういった情報が不足しているのか、これを把握してもらって、適切に情報提供する、もしくは情報収集するようにしていってください。ということで、今回は イグレルトについてのお話となっていたんですがイグザレルトどんな特徴を持っているのかどうやって作用していくのかそして使うにあたってどんなリスクがあってどういった情報が不足しているのかってことを把握してもらってお薬を適切に使えるようになってください。それではまた